はい、どうも、こんにちは。神風よりです。今回はね、マサチューセッツくん使っていきましょうということでね。まあ、マサチューセッツくんといえばね、はい、3万号。はい、どうも、こんにちは。神風よりです。今回はね、半額セールが来たということでね、はい、一番高いゴールド感かな、3万ゴールドのね、マサチューセッツ君を使っていきましょうってことでね、はい、一応このマサチューセッツ君ね、はい、5月の時にアップデートを来まして、まあ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 体幹が強くなったというか体勢の方が強くなった感じですかね。まあ強化内容としては、ソナーが少し、ソナーに 1.5 倍ぐらい広くなりまして、あとはね、この対戦グレーランですね。はい。対戦グレーランが、対潜水艦が攻撃できるようになりましたね。もともとは魚雷しか攻撃できなかったんですけれどもね。まあ、対潜水艦もできるようになったということで、そこは結構強いですね。あとは弾速上がった感じでございます。一応、手法のね、クリティカルいつも 10% から 20% に上がりましたけど、まあ、そこまで変わらんかなって感じですね。はい。こんなもんですってことでね、今回、マサチューセッツくん使っていくってことでね、ちょっと使用していきましょうか。マサチューセッツくんに関してはね、まあ、戦艦の中でも結構高評価なね、やつですね。はい。まあ、10艦中6位ぐらいなんかな。ちょっと見調べてみようか。まあ、6位ですね。はい。まあ、6位でいい評価っていうのが、まあ、難しい問題ですけれども。まあ、6位ですね。やっぱ上の方がなんかね、カセイ君、やっぱりテトン君、イジヤマ、あとは、イサゴフとか言いますからね、なかなか難しいんですけど、まあ、6位ぐらいですね。はい。6位って言うと、高評価って言われてもなんか高評価じゃないような気がするんですけど。まあ6位ぐらいですね。はい。さてさて、まずね、まあ X50 積んでますね。X50 くんも一応強化されましたね。はい。まあ強化されたと言っても、まあ速さなんでそこまでかなと思いつつ。で、今兵器を使ってますけれども、地方がね、5万2000ぐらいダメージ出ますし、まあグレランで7万7000出ますけれども、このグレランはね、毎回毎回当たるとか言わないんでね。でもやっぱりリロード早いですね。6万5000出てるんです。強いね。やっぱクリティカル出るとやっぱ結構ダメージが跳ね上がりますからね。まあ、こんな感じですかね。はい。火力は。まあ、他の戦艦と比べるとね、なんかね、一発一発が重いというか、まあ結構、こんな感じ。魚雷とかね、たくさんあって、まあ、手数が多いのと、あとやっぱり、リロード速度が結構他のね、戦艦と比べて速いんでね、そこでね、どんどんやっていくような感じのね、船ですね。はい。まあ、元は巡洋があったのもあってね、やっぱりなんか、結構、戦艦と比べて重みがね、少ないようなね、戦艦でございますね。まあそんな感じでございましょうか。53万ですしね。まあ、戦艦とかハンプシャー君と比べたりするとね、テトン君とかハンプシャー君と比べたりすると、まあ少し小柄なね、まあ戦艦ではございますね、ということでね。まあそんなこんなで早速やっていきましょう。はい。ということで、早速やってまいりましょうって、一試合目やっていきましょうってことでね。で、どうしましょうか。はい。どうしましょうかじゃねえな。なんでどうしましょうかっていうことがね、どうやっていくのかわかんないですけど。一応編成について紹介していきますね。まあ、前の試合やっとけよって、前の試合で、前の説明やっとけよって話なんですけど。やっぱ X51 君はね、やっぱマサチューセッツ君ね、ね、乗っけてる人多いので、X51 君を使ってますってことで。あとはね、このね、89式ぐらいですね。89式だよな。オッケー。ああ、いやー、もう気持ち悪いな、マジで、おい。ああ、凄まじいな、ちょっと敵が。うん、赤の底もいるよね。ふざけんな。ああ、ギリ当たんないってか、まずい。これ、なんか、オッケー、なんとか。魚雷を倒しましたね、はい。で、手動でボコられたんでね、はい。しっかり持ってきてるんですけれども、あとね、防空に関してはね、まあ自動艦砲1枠、そして、ガルパン3枠、ガルパン4枠で、まあ TMF ね、はい。TMF じゃねえわ。タイプね、730C かな、はい、乗っけてますね。で、昔はね、結構、ハンプシャーじゃねえわ。マサチューセッツ君ってね、結構防空が硬い船として結構有名だったんですけれども、まあ、最近はね、他のね、もう防空もめちゃくちゃインフレしてきるんでね、そこまで防空硬いような船じゃないと思いつつ、まあまあ硬いんだろうなと思います。でも、理論上はそこまで硬くないよねっていう印象なんですけどね。やっぱ硬い印象がまだ残ってます、私が。うん。理論上はそんな硬くはないと思うんですけど、ああ、ジェラフォー君がいる。
とか。ああ、で、一応ね、こいつのね、はい、特徴として、後ろにね、グレラがついてるんですよね。だから今みたいな感じだと撃てないんですけれども、逆に後ろ向き発艦したら、めちゃくちゃ当たる感じですね、はい。で、もう、ちょっともう、やめてくれ。チャフ向こうはやめてくれ、ふざけんな。いやー、つらい。いや、つらい。いや、つらい。つらいですね。チャフ向こう多すぎて。あー、気持ち悪い。あー、ガンソクもいる。痛いね。いやー、つらい。つらいです。まあ、今みたいな感じにね、まあ、めちゃくちゃ強い船ではないですし、まあ、そもそも戦艦だからね、初手ボコボコされちゃったわけですけれどもね。はい。まあそこまで強くないって言っても、まあね、戦艦の上ではまあ悪い、いいとこ、いい線はいってと思いますね。まあ全然戦えない船ではないですね、はい。まあ正直やっぱり、ヤマト君とか、ミズーリ君とか、やっぱりそこら辺のゴールド艦と比べるとやっぱり断然使いやすいですね、正直な話。まあ、勝てない船ではないけど、まあめちゃくちゃ難しい船とかになってくれますからね、これよりしてはね。まあ全然ね、戦えるような船だと思いますけど、2試合目やっていきましょう。はい、ということでね、はい、2試合やっていきましょうってことで。まあさっきはどちらかというと運が悪かった部分も多いんでね、はい。まあ、運が悪かったな。まあやっぱ見えないところでね、やられてもやっぱりきついですしね。さっきのね、試合、なんか、チャフったミサイルだったら、全部だ、大体チャフ向こうだったっていうね、まあ、最悪な状況だったんですけれどもね、はい。いやー、で、やっぱ、アーカンソー君、やっぱ強いですね、はい。まあ、でも、アーカンソー強いけどね、なかなか難しい船だと思うんですよね、個人的に。正直、魔界よと、なんか、あんま変わらんと思っちゃったりするんですよ。まあ、変わらんって言っても、もちろん HP は変わるんですけれども、立ち回りに関してはそこまで変わらない気がするんだよね、正直。求められてる立ち回りはね、はい。なんか来てますね。ね、なんかまたね、なんか、X50 も来てますね、はい。なんかいろんなとこ来てますね。前出すぎたから。いや、前出すぎた感じですよな。でも、なんでそんなに船がいるんだ。前出すぎろ、お前らも。ふざけんな。さてさて、一旦隠れましょうか。ちょっと前出すぎちゃったんかな。なんか、ま、なんかめっちゃ狙えてるね。まあ、今狙えてないんですけど、さっきめっちゃ狙えてたな。いるね。こいつ意外とね、防空強いから、意外とこじゃなくて、普通に防空強いからな。昔結構防空強い感としてめちゃくちゃね、ヒュンヒュンしてたからな。最近はね、なんか、やっぱり、昔にね、なんかそういう固定防空系のね、弱体化あったんでね、まあ、それの影響を受けて、まあ、めちゃくちゃ強いわけじゃないんでしょうけどね、はい。はい、ズドン、はい、ズドン、はい、ズドン。でも昔といえば、やっぱりね、こいつがね、防空艦だったっていう時代全然ありましたね。で、やっぱり相変わらずね、なんか、このグレーライン後ろの方にあるからね、なかなか、当てれてませんね。で、ここだったら全然当てれますね。はい。あ、でもちょっと、弾速強化入ったから結構狙いやすいと思うんですけれどもね。ちょっと練習不足ですの。ちょっと練習不足と言わざるを得ないような気がしますね。はい。まあ、それは置いといて。まあでもね、結構わしね、あんまりね、練習しないんでね、船使うとき。申し訳ない。視聴者の方には申し訳ないんだけど。一試合二試合しかね、鳴らしを入れないんだよ。さてさてや、進んでいきますか。お、いる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 。んいるいるいる。あー、X50 だ。こっちも X50 だよ。ふざけんな。やり返して。やっぱりね、こういう火力、まあまあ出ますよね。今ので22万 ?20 万2万よ。20万ダメージ出ますからね。まあ、やっぱり戦艦と比べるとね、やっぱりめちゃくちゃ底なしのね、火力がありますって感じじゃないんですけれども。けれどもいいですよね。火力に関しては。ああ、もうさすがに1対2は無理です。うん。やめてくれ。いやー、X51 だからな、当たんないよな。当たんないような感が強い。こいつだけ倒してやおく。オッケー。あー、ダメだ。ダメな気がする。あ、グレラン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 。ナイス、ギリギリ。ギリギリ来てるけど多分死んだな。死ねない。生きている。私は生きている。死ぬ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 120万ダメージですね。でもやっぱりなんか、まあまあね、あんまりね、いい形勢なかったですけど、120万出るってことはまあまあ強いのかな。まあ、でもね、まあどうなんだろう。でもね、やっぱりね、一つだけ言えることは、まあゴール管理したらかなり強い方だと思いますね。はい、正直。
まあズム君とかはまあ結構まあ自分使う人の嬉しいとかあるんですけれども、まあ一番使いやすいのはなの空母とか抜いちゃったらまあ結構やっぱり石山君じゃなくてマサチューセッツ君が強いんじゃないかな。まあ他に何があったっけ。で2545とかいますけどね。はい、まあ、2545はまあまあ使いやすいとは思うんですけれども、でもやっぱりマサチューセッツ君はね、まあ使いやすいと思いますよ正直。まあ戦艦の中でもね、はい、戦艦においてもまあ使いやすい風だと思いますし、まあやっぱ戦艦とね別系統なんですけど、他の戦艦と別系統なんですけれども、まあ継続的にねダメージ当たる力はねなかなか強い風だと思いますので、3試合目でいきましょう。さてさて3試合目やっていきましょうってことでね、1試合目2試合目あんまりねうまくいってないんでね、なんかこの船良くないですよみたいな話してるかもしんなってるかもしれないんですが、あとベリキ君がいるのかゴールド艦には、忘れてた。まあでも別にまあ値段的に、確かに値段的にはベリキとかねズムとか一気にバババって買った方がいいのかもしれませんけれども、でもねまあゴールド最強艦の風格はあると思いますけれども、まあでもやっぱ対空に関してやっぱりめちゃくちゃ強いわけないからな。戦艦って結構ね対空まあクソ強いやつが多いんですけれども、その中でまあ対空はちょっと弱い方なんかねやっぱりと思っちゃいますね。撃てー、ほい浅い。でも昔はね本当にねマサチューセッツくんね結構最強格の一人になってたんですけどね、いやー逃げてたんだけどね、痛い、なんか向こうに多分向こうの奥の方に、ね、空母おるんだろうな。撃てー、アイズドーン、ナイス。さてさて、まあでもやっぱり強さ求めまくるとなっちゃうとバドバカの方がいいんじゃないかと私は思いますね。やっぱりね、まあやっぱり強さ求めは大事なんですけれども、やっぱりなんか船にとって、ね、いろんな特徴があるのでね、まあそこで選んで買ってもらった方がいいと思います。特にゴールド艦に関してはね正直まあ強さ求めるか買いますっていう状況じゃないかな、今、正直。そんな感じではない。そんなもんではない。今の。バト、ゴールド艦に関しては。強いか買います。強いか購入しますってわけではない。正直。でも楽しい船であると思いますよ。あ、やば。他の戦艦と比べると、やっぱりね、特徴的にはいますね、でも。やっぱり。まあ、他の戦艦ってね、やっぱり、ショーガツーのやつが多いんですけれども。いや死ぬ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 。ふざけんなよ。なんで入ってくんだよ。なんで書いてくんだよこのねあのソードシップ、当たり当たり当たり、撃破まあねこんなもんですね。ちょっとなかなか無双難しいなまあもうちょっと練習したらうまくいくのかもしれませんけど、あとね戦艦のくせに前で過ぎちゃったかな。まあそれ置いといてね、まあ面白い船ではあると思いますね。はい、まあ他の船では味わえないね。はい、まあ正直ミサイルね3枠ってひとまとめのやつはないですしね、戦艦の中ではね。まあ1枠とかいう感じですから、3枠もひとまとまりですから、X51 とか乗せやすいですしね。まあやっぱり X51 が一番合う船がこの船なのかなと私は思ったりしますね。で、まあやっぱり特徴的なグレラもありますしね。はい。グレラに関しては本当特徴的ですしね。レールガンに関しては、まあめちゃくちゃ、まあ珍しいわけはないんですけれども。けれどもね、まあ戦艦の中ではやっぱりリロードは短い感じですしね。あと魚雷がついてます。まあ魚雷はね、そこは珍しくなくなってきましたけどね。まあそんなもんですかね、ということで。まあ今回のね、今回はコマイスってことで、ね、まあ、だけどやっぱりね、ゴールド艦にもたくさんいますからね。まあベリキ、ズムとかね。まあやっぱり安いのバン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 買う人もいますしね。まあ特にこれがね、特になんかね、めちゃくちゃ優れているわけじゃないんですけれどもね、もしね、3万ゴールドが余ってたりしたら、1万5000ゴールドが余ってたりしたらね、ぜひ買ってみてくださいという、今回はここまでです。ごちそうありがとうございました。ではまた、バイバイ。はい、ということでね、はい、言わせてたんですけど、強化の内容でございますね。はい。まあ、強化に関してはね、まあ、結局の話、まあ、めちゃくちゃ強くなったわけじゃないんですよ。まあ、潜水艦に対応できるようになったっていうところですね。はい。まあ、やっぱり、
まあ潜水艦にあのね、グレラン投げるの大きいですけれども、結局体幹の面はあんま変わんないんでね、まあそこまで強くなったわけないってことで、まあそんな感じでございますね。まあ皆さんもね、まあ強化されたって言ってもまあ、あんまり強化感は感じないかもしれないですけど、ぜひ使ってみてくださいという今回はコメです。ご視聴ありがとうございました。ではまた、バイバイ。ね、まあ最悪な状況だったんですけどね、はい。いやー、やっぱ反発速やっぱ強いですね、はい。まあ、でも反発速強いけどね、なかなか難しい。不利だと思うんですよね、個人的に。正直、まあ、海洋とかあんま変わらんと思っちゃってさ。まあ、変わらんって言ってももちろん HP 変わるんですけど、立ち回りに関してはそこまで変わらない気がするんだよね、正直。求められる立ち回りはね。なんか来てますね。ね、なんかまたね、なんか、エクスプロージョン来てますね、はい。なんか4とか来てますね、前で過ぎたから。いや、前で過ぎたらいいんですよな。でも、なんでそんなに、船がいるんだ。前で過ぎよ、お前らも。ふざけんな。さてさて、一旦かけましょうか。ちょ、前で過ぎちゃったんだな。なんかめっちゃ狙いてるね。まあ、今狙いてないんですよ、さっきめっちゃ狙いてた。いるね。こいつ意外とね、僕強いから、意外とことある、普通に僕強いから、昔結構僕強いかもしれない、めちゃくちゃね、ヒューヒューしてたからな。最近はね、なんか、やっぱり、昔にね、なんかそういう固定防空系のね、弱体があったんでね、まあ、それの影響を受けても、めちゃくちゃ強いわけないんでしょうけどね。はい、ズドン、はい、ズドン、はい、ズドン。でも昔といえば、やっぱりね、こいつがね、防空かなったっていう時代でなりましたね。で、やっぱり相変わらずね、なんか、このグレーの後ろの方やからね、なかなか、うん、当ててませんね。で、ここだったら、ね、当てますね。はい、あれをちょっと、ダンスのとこ入ったら結構寝ないやつと思うんですけどね。ちょっと練習不足です。ちょっと練習不足と言わざるを得ない練習ですね。はい。まあ、それ置いといて。まあ、でもね、結構わしね、あんまりね、練習しないんでね、ですからね。申し訳ない。視聴者の方に申し訳ないんで。一緒に一緒しかね、長所いないんだよ。さてさて、進んでいきますか。おいる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 あー、エクスポジション、こっちこっちこっち、誰か。やっぱりね、こういう火力もあんま出ますよね。今ので22万 ?22 万で20万ダメージ出ますからね。まあ、やっぱ選択比べるとね、やっぱりめちゃくちゃ底なしのね、火力ありますって感じなんですけど。けどもいいですね、火力に関して。あー、もう、さすがに言ってんやもいいです。うん。やめてくれ。いやー、エクスポジションしたら当たんないよな。当たんないよな、必ず。こいつに倒してやるか。グレラン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 。ナイスギリギリ。ギリギリが多分死んだな。死ねない。生きている。私は生きている。死ね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 。